どうも花でございます。そして勝利くんです。勝利くんが行きたかったお店、はい、第2弾ということでございまして、今日はですね、前にあの食べログ 3.5 以上のお店全部行くで、私花輪が一人で行きました、お店勝利くんが行きたいということですけども、こちらフルーツガーデン新さん、こちらのですねパフェ、これがもうめちゃくちゃ美味しいのでね、行きたいと思います。よし行くぞ勝利。さあそれではついにやってきました。嬉しいね。フルーツガーデン新さんついにやってきましたね。来たかったでしょ。ね、またいろんなパフェがありますよ。ここはもうねフルーツがもう生のフルーツ、新鮮な生のフルーツを使ってますからね。どれにしますか。ちょっと見てみる。いちごもね。今が旬なんですけど、お、来た。スペシャルアマオパフェ行きましょう。 OK、 じゃあね、これにしよう。じゃあパパはそうだな、シャインマスカッツとフルーツのパフェにしようかな。これいいね。シャインマスカッツとフルーツのパフェ。はい、シャインマスカッツとフルーツのパフェを。それと、旬の柑橘3種パフェ。はい、旬の柑橘と3種パフェ。あと、スペシャルアマオパフェ、L サイズ。はい、スペシャルアマオパフェを。このお店は、前一人で来てんだけど、食べログ3.58、3.5 以上の店って紹介したんだけど、もう本当にね、有名店で、さらに。実はここ今2階でやん。この1階がフルーツパーラーで果物屋さんなのよ。そのフルーツっていうのが本当にあの佐賀県中のこうレディスグループでも果物がこう集められてる、本当に美味しい果物を売ってあるんですよ。その果物屋さんの果物を使った、僕がそのパーラーのパフェに食べられるんですよ。勝利くんは甘王か。甘王と美味しいイチゴのパフェを食べましたね。うん、でもね、普通さ、冷凍とかしてるんですよ、パフェって。いろんなお店が。冷凍の果物を使ったりするんだけど、僕はもう生の果物を取ってるから、全然味が違うの。うまい。はい、うん、そうなの。このジュースも 100% ジュースだから、もうそこで絞ってくれてるジュース。そうです。わかりました、ね。楽しみですね。だから前来た時に勝利に食べさせたいなって言ってたのよ。ね、勝利食べたかったでしょ。うん。お待たせしました。柑橘のパフェでお待ちのお客様。こちら皮がついてる方が背とかですね、皮が抜かれてる方がクリーンスプラッシュになります。こちらシャインマスカットと、あ、少々待ってください。すごいよこれ。背とかと、なんすか、しょうがないわ。すごいですね、うん、こういうお菓子が出ましたよ。シャインマスカットとフルーツのパフェですね。うわー来た。失礼します。これがシャインマスカッツとフルーツのパフェ、うん、うまい、うん、いいですね。お待たせいたしました。スペシャルアマオパフェですね。出た。うわすごい。これがアマオ。はい、そうですね。はい、これ何でしたっけ。こちら皮がついてる方がセトカですね。皮が剥かれてる方がクイーンスプラッシュですね。で、上がコンターレですね。コンターレ。はい、金柑ですね。皮ごといただきます。金柑。これはシャインマスカット。はい、シャインマスカットですね。これが今旬のいちごが甘王になります。福岡県産の甘王ですね。すごいですね。ちょっと並べましょう。並べて写真撮るから。すごいよ、勝利ちゃん。じゃあ、勝利くん、頼んだこの甘王のパフェ、福岡県産旬の甘王でございますんで、どうぞ、お供ください。
いただきます。いただきます。はい、うまっ甘くうまい。無事か、うん、食べれるこれ。よ食べれる余裕よ。すごいねこれね。全部新鮮なフルーツですか。中に入ってるものも全部新鮮な。パイナップルとかいろいろ入ってますんでね。リンゴとかも入ってるのかな。美味しい。じゃあちょっと俺もいただこうかな。いただきます。見てください、このシャインマスカッツがね、美味しいんだよねこれ。美味しい。うわ、皮ごと食べれちゃうからこれ、勝利。皮ごと。超うまい。超うまい。超うまい。これはちょっと美味しいわ。すごい。このキウイも。ね。このメロンも。めちゃくちゃ美味しいやつや、ね、うん、いただきます。あんま、うまいな。めちゃくちゃ美味しい、うん、コーンフレークでかさ増しとか全くしてないんですよ。全部新鮮な果物が詰まってますからね、このカフェは。本当に美味しい。こういうパイナップルとか、すべてこう冷凍じゃないから、本当に生の美味しい新鮮なパイナップルだから、めちゃくちゃうまい。さあ、そして、これはカメラマンさんが食べるやつですけど。せっかくだから、ちょっと俺に10個もらえる。いやいや、食べてめっちゃうまいから、マジで。これだけ刺して、せっかくだからもらいましょう。うまっ。ね、うまいっしょ。めちゃくちゃあんまりそんなにね、みかん好きじゃないもんでしょ、俺は。うん、でも全然うまいっしょ。めちゃくちゃ甘いね。すいません、1個もらいますよ。これもう色が違う、分かるでしょ、色の。うまっ、うまっ、やばい。ソリ君、来たよ、ジュース。 100% グレープフルーツジュース。これもすごいか。これ種？大丈夫、種？あ、うまっ、うまっ、最高ですね。さあ、ということでございましてね、本当に美味しいフルーツが食べれる、お店でございますけれどもね、ぜひ皆さんお待たせいたしました。え、かいちご畑です。すごい。そうですね。これ何でしたっけ？これ食べましたっけ？いちご畑ですね。サービスでお出しして。これすごいな。いちご畑。こちら上の方にあの品種とあの どこ産なのか書いております。ご参考ください。これはまたちょっとご紹介しなければいけませんね、絶対に。そうです、お願いします。ね、はい、うわー、すいません、ありがとうございます。サービス。社長さんが、はい、ありがとうございます。すいません、もうお世話になっちゃって。社長さんからのサービスということで、やばいです。結構我々お腹いっぱいでございますので、勝利、頑張るしかないです。すごいね。すごいね、これは。
映えますよこれ。じゃあこれもちょっと佐賀県産のみならず福岡のも静岡の宮城県のもありますよ。ちょっといただきましょうか。じゃあこれで、はい、白いね、白いね、それね。うまっ、うまっ。そう、マジで。この真っ白のイチゴ。いただきます。うまっ。おいしい。これは豆腐、赤い。これも大きいね、ほら。でっかい、これ。でっか。うわ、おいしい。すごいね、ここまで一生食べたことないし。ね、おいしい。あ、今旬なのかね。おいしい。チャンネル登録よろしくね。グッドボタン。